先行きは不透明なんですよと。かといってキャリアを決めないっていうのもね、破綻してしまうので、その中でも前向きにやっていくためにどのように考えるかっていうと、はい、皆さんこんばんは、公認会計士の小山です。本日はですね、経営学から見る現代のキャリア形成というテーマで動画を収録していきたいと思います。私の動画の中ではこういったキャリアですね、初めて扱うことになると思います。と言いますのもですね、私はなんとですね、現在資格の学校タックですね、資格を取るなら簿記とか税理士とか会計士ですね、私みたいな会計士と、あと公務員も有名だったりしますね、という資格の学校タックですね、僭越ながらですね、経営学、あと監査論、教えさせていただいたりしますので、まあ、そのね、授業でも扱うキャリアですね、経営学で扱うキャリアについて、今日は汎用的なお話も含めて試験対策にもね、役立つような情報を収録したいと思い、今日は動画を回しておりますと。で、皆さんお気づきになった方すいません、なんとですね、僕サッカーで手首を折ってしまいまして、今ですねこんな感じで、まあやっと動くようになったんですけども、ちょっとねお見苦しい点があることはご了承ください。はい、まあそんな中でもね、動画更新は止めないように頑張っていきます。ということでですね、本日はいつも通り3点お話しすると同時に、まあ、特に公認会計士で言えば、経営学。で、経営学の中に今はね、キャリア、がっつり入っています。そういった意味では、試験対策にもなるようなお話。あとはね、中小企業診断書とかでも経営学入ってたりしますから、いろんなね、資格の中でもこの経営学、特にキャリアっていうのは、対象になると思いますので、そういった試験対策にもなるような、で、かつね、面白おかしく学べるみたいなラインナップにいたしました。で、まずいつも通り3点ですね。まず1点目ですね。従来の日本型の雇用慣行ですね、っていうのをおさらいしましょう。はい、三種の人義って言われてるようなね、有名なお話もありますので、そこをね合わせて復習しましょう。で、2つ目、現代版ですね。現在はキャリアデザインの時代ですよというテーマで2本目ねお話しします。で、最後3点目ですね。これは試験対策になります。このキャリアの分野の中で押さえておきたい重要ワード5つに絞りまして、この5つはですね激アツ論点です。はい、この重要5個をしっかり押さえましょう。で、その定義ですねとストーリー自体で、ね、覚えられるように今日はお話ししますので、まあ実際ね、僕の経営学を受けてるようなちょっと感覚をね持ってもらいたいなと思って今日は収録していきます。ではね、早速1つ目からいきましょう。一つ目はですね、従来の日本型雇用慣行という慣行ですね、歴史をちょっとお話したいと思います。で、ここを語るにですね避けては通れないのが、日本的経営の三種の神器というものがございます。一つ目はですね、終身雇用ですね。これはもう一昔前だったら聞かれてる方いらっしゃると思います。まあ今ニュースとかでもね、終身雇用が崩壊したみたいなこともね面白おかしく踊ってるんじゃないかなと思います。で、二つ目、年功序列型賃金ですね。年齢とともに役職も上がりますよね、と同時に給料も上がっていく、まあこういう風にね階段型、しかもそれが年齢に応じて順番子ですね、順番子で給料が上がっていくみたいなのが、これ日本的経営の三種の神器のうちの2つ目です。で、最後、今日これ深掘りしませんが、企業別労働組合っていうのもこの三種の神器の3番目に入ります。まあ日本はですね、トヨタだったらトヨタ、ホンダだったらホンダ、この会社単位でこの労働組合っていうのがあるんですよね。労働組合っていうのは社員同士がまあ結束してですね、その経営陣側とですね、まあ例えば春闘とかベアとか聞いたことあるかもしれませんけど、まあ賃金上げてくださいとかですね、労働関係を良くしてくださいみたいな感じですね。この労使関係を良くするために労働者たちがもう組織を作りますと、まあ、こういう風にねやってきてるっていう歴史があるんですけども、まあ、それがね三種の神器のうちの3つ目であります。まあ、今日はねここは深掘りしません。で、従来の日本型雇用慣行っていうのは今言った通り2つ目までが超重要でして、まあ、いわゆるね終身雇用ですよと、まあ、一社に入ればねそのまあ添い遂げるわけではないですけど、自分が退職するまでは面倒を見ますよと。だから逆に、まあ、心理的契約っていうんですけども、コミットしてねというところで、今ね高度経済成長を支えたような、まあ、会社だったり、まあ、父親世代ですよね、私の父親世代っていうのはそういう風になり立っておりました。で、同時にですね、それと紐づいて年功序列型賃金という言い方をするんですけども、まあ、年相応ですね、年を上げていけば当然役職が上がったりですね、任される仕事が上がってきますので、それに対して賃金も上げていきますよという、まあ約束ですよね、まあ、見えない約束、契約書を巻いたわけではないんですけども、まあ、そういった心理的契約も相まって、まあ、日本の企業は成長してきましたと。まあ、そういった時の働き方っていうのは、一つジョブローテーションと言いまして、同じ会社でいろんな業務を任せてもらえると。そうするとどうなるかっていうと、多能工と言いまして、まあ、いろんな仕事がその組織内でできるようになります。このことをですね、企業特殊スキルという言い方もしまして、その企業において使えるスキルがどんどん蓄積されていくと。なので、まあ、デメリットという点では、その組織を離れてしまうと、そのノウハウだったりスキルが紐づかないというところで、もうキャリアが分断されてしまうというのが従来型です。で、ここからいよいよ本題なんですけども、じゃあ今現代ですね、現代の日本はどうなってるか、これ有名なまあニュースというか有名なお話が、これトヨタ
あのね、世界的大企業ですよ。現在のトヨタ社長が何て言ったかっていうと、もう終身雇用はなかなか厳しいですと。トヨタといえども、まあ、自社の社員がですね、まあ、自分でキャリアを考えて、まあ、行動していく時代だみたいなこと、これニュースでも実際踊ったんですけども、現在はですね、一社専属で、まあ、勤め上げる時代ではなくてですね、企業を超えて、これボーダレスって言うんですけども、ボーダレスでどんどんキャリア形成をしていく時代というふうに言われております。このことを何というかというと、これはもう今ですね、キャリアデザインの時代というふうに言われております。かっこいいですよね。デザインする時代なんですよ。昔は、まあ、一社入ればですね、まあ、自然ととは言いませんけども、作ってもらえた時代。このことを組織主導型のキャリアデザインと言ったんですが、もう現在ですね、組織主導型っていうのは、まあ、崩壊とは言いませんけども、もう今、なくなってきておりますので、自立型のキャリアデザインの時代というふうに言われております。自分を律して、まあ、自分がどういったキャリア形成をしていきたいか、思い描いてですね、それを一個ずつこなしていく。で、その時にも同じ企業ではなくて、同じ業界で転職してみたり、もっと言うと業界の枠を超えてですね、転職してみたり、もっと言うと私みたいに独立してみたり、まあ、いろんなキャリアが想定されるかつ可能な時代に突入しているということでキャリアデザインの時代と言われております。まあ、キャリアデザイン、まずですね、これも自体も試験上重要なワードですので、まあ、定義今度出しておきます。定義はですね、自身のキャリアを自主的に主体的に設計することという感じで定義はね、押さえてもらったらいいかなと思います。まあ、キャリアデザインというワード自体がビッグワードになっております。じゃあここからですね、3つ目、押さえておきたい重要ワード5つ、これね、ストーリー仕立てで、じゃあ現在のキャリア形成ってどうなってるんだと、そのキャリアデザインって言ったけどどういう風になってるんだということをストーリー仕立てでね、お話ししたいなと思います。1つ、現在はですね、バウンダリーレスキャリアと言われます。まあ、かっこいいですね。で、それに紐づくのがエンプロイアビリティという考えがございまして、昔は今言った通り企業特殊スキルっていうのが大事だったんですね。その組織においてはもうピッカピカのスキル、ただ今はですね、企業間を超えてキャリア形成をしていかなければいけませんので、このエンプロイアビリティ、和訳するとですね、雇われうる能力ってことですね。その組織を超えてもですね、労働者という立場ではどの企業でも欲しいよねというスキルをどんどん身につけていく時代ですよっていうのがこのエンプロイアビリティです。はい、じゃあ続きます。その一方でですね、現在はキャリア確かに転々とするのを前提とはしてるんですけども、とは言ってもですね、一昨年考えたら急にコロナが来ましたね。コロナが来て特に航空業界 ANA の方とか JAL の方っていうのは今ね、その会社ではなかなか勤められないと、なかなか飛行機飛びませんから、ということでですね、他企業に出向したりとかですね、移動したりとか、まあ、そういったことも起こる時代になってます。これを言い換えるとですね、キャリアミストという重要ワードがありまして、何か確かにキャリア形成はしていくんだけども、例えばなんですけど、25歳には転職して、で26歳ぐらいでまあ結婚して、で27歳ぐらいで子供を産んで、で27歳から子育てするんで育休取って、でそっからですね、まあ復職して、で次転職してみたいな、こんな感じで、まあ、1年ごとにたがわずキャリア形成していくのっていうのなかなか難しいんですよね。なんでかっていうと先行き不透明だから。これを言い換えた言葉がこれキャリアミストというワードがありまして、これも重要ワードです。キャリアミストっていうのはその4で1のこと、キャリアがミストの状態ですと、もやがかかってるんですよと。このね、特にまあ現代日本だけではないですよ、この世界的にですっていう意味では、キャリアはミストなので先行きは不透明なんですよと。でその中で自立型でキャリアデザインをしていくんだっていうのが前提にあります。なのでキャリアミスト、先行きにはもやがかかっている、その中で前向きにやっていくためにどのように考えるかというと、次はキャリアドリフトという考え方がございまして、これドリフトっていうのは和訳すると漂うってことです。なので先行きはね、もやがかかって、まあ、ふわふわしてると不透明なので、とはいってもですね、ガチガチも決められない、かといってキャリアを決めないっていうのもね、破綻してしまうので、現代はキャリアドリフトと言いまして、漂えばいいんだよと。でこのキャリアドリフトの定義は何かっていうと、誰かが決めたことをそのまま受け入れるなどですね、受け身で流れに身を任せることというふうに定義付けられます。なのでね、それはね、一見するとですね、まあ受動的と言いますか、なんか言われたことだけやる人間みたいな感じで批判されそうなんですけど、そうではなくて、自分はここでやるぞという決めた業界で、あ、やれ小山くんこういうことやってみたらどうだ、やれ海外出張、海外赴任ですね、こういうのやってみたらどうだ、移動ね、こういうふうにあるんだけど受けてみないか、こういうふうにその決めた範囲内ですね、自分が決めた範囲内で与えられた仕事っていうのは喜んでやってみるべきだみたいな教えだと思ってもらったらいいです。なのでそのね、自分が与えられた環境で一生懸命やるっていうのがこのキャリアドリフトの根底にある考え方です。なので何も考えずにですね、チャランポランに生きてればいいってわけではなくて、あるね、一定の軸は持った上で頑張れよというメッセージになっております。じゃあこの一定の軸ですね、これを何て言うかと言いますと、これも重要なワード、キャリアアンカーと。アンカーっていうと、よく船とかの怒りの意味って言われますね。船がね、漂流してしまわないようにですね、その止めた場所でアンカー、鎖を落とすことによって、まあ一定の範囲内から動かないようにする。まあ、その重りみたいなイメージですね。なのでこのキャリアアンカーっていうのは、その中でも確かに不透明、先行き不透明、キャリアミストな時代であってもですね、キャリアドリフトすると言ってもですね、そのキャリアアンカー、自分の中ではここの業界だったり、このスキルだったり、まあこのね、能力は譲れないっていうものを決めとくってことですね。まあ我々の業界で言うと、確かにキャリアミストっていうところでドリフトはするんだけども、
例えば会計業界だけはブレないようにしようとかですね、国際税務ができるようになるためのキャリアだけは踏み外さないようにしようとかですね、 MA とかですね、 CFO ができるようなキャリアだけは踏み外さないようにしようという感じで、その自分の中で譲れない能力だったりキャリア形成の軸を持っておくっていうのが、この最後のねキャリアアンカーというような概念になります。まあ、こんな感じでざっとは話したんですけども、まあ、この時代からね、自立型キャリアデザインの、キャリアデザインの時代とは言われるんですけども、この バウンダリーレスキャリアですね。これはアーサーさんとルソーさんという方が提唱されてるんですけども、この複数の企業を横断しながらですね、キャリア形成をしていく時代になりましたと。で、これちなみにですね、もともとは、シリコンバレーですね。僕も一回だけ行ったことあるんですけども、アメリカのシリコンバレーで、まあ、発達した理論でして、まあ、彼らってですね、アマゾンとかフェイスブックとかグーグルとかって、だいたい10キロ圏内ぐらい密集してるんですよ、シリコンバレーって。で、例えばそのエンジニアとかはどういうふうにしてるかっていうと、まず Facebook で勤めますと、年収1000万ぐらいで SE しますと。で、ある程度キャリアを積むと、次 Amazon に転職しに行くんですよ。で、どういうふうにするかっていうと、じゃあジェフ・ベゾスさんと、ベゾスさんが社長ですからね、ベゾスさんと、私もともとザッカーバーグさんの元で年収1000万で SE やったんですよ。なので、そこからね、無事今ね、転職しようと思ってオタクに来ましたと、Amazon に来ましたと。なので、1100万ぐらいで雇ってくれませんかと。ベゾスさんはね、よし、わかったと。まあ、ザッカーバーグね、Facebook、まあ、ライバル企業ですよ。で、そこで、まあ、ここにうちに来てくれたらいいなってことで、1100万で引っ張りますと。じゃあ次どうするかっていうと、もう一回その SE はですね、まあ大体 Amazon でまたキャリアをこなしますよね。じゃあ次どこ行くかっていうと、Google に行くんですよ。で、Google に行ったら次、セルゲイ・ブリンですよ。セルゲイ・ブリンさんのところに行って、セルゲイ・ブリン社長と、私ね、今 Amazon の、ジェフ・ベゾスさんのところで SE やってましたと。次ね、そこで1100万もらったんで、1500万で雇ってくれませんか。で、こんな感じで次ね、セルゲイ・ブリンさんはですね、おおと、まあ Amazon ライバルだと、まあ弱体化させたいなと、じゃあそこ SE 引っ張ろうと。っていうことで1500万で OK する。こんな感じで、もともと1000万、1100万、1500万みたいな感じで、このね、業界は確かに同じなんだけども、企業間をどんどん転職していくと。で、そこで、まあ、自分のキャリアだって年収を上げていく、まあ、こんなね、わらしべ長者じゃないですけど、こんなようなモデルがあったんですよね。これをバウンダリーレスキャリア、バウンダリーっていうと境界ですね。で、レスなんで、境界をなくすっていうですね。で、キャリア形成をしていくという考え方をアーサーさんとルソーさんが、まとめましたと。はい、まあ、こんな感じでありまして、これがね、今日本に来てますよっていう考え方ですね。はい、あとはエンプロイアビリティって言ったんですけども、これはぜひね、従来の日本型雇用慣行のこの企業特殊スキルとぜひね、対比してね、覚えてもらったらいいかなと思います。昔はね、企業特殊スキル、その組織の中ではピカピカで使えるスキルなんだけども、一歩外に出たらなかなか使えないスキル、一方で今はエンプロイアビリティと言いまして、雇われうる能力ですね。まあ、これはもう経営者だろうが労働者だろうが基本的には関係ないと僕は思ってはいるんですけども、まあ、例えばコミュニケーションスキルとか、まあ、人によっては細かい点で言うと IT スキルですね、パワーポイント、エクセルができるかとかですね、現在で言うと SNS がちゃんとね、使えるかとか、まあ、そういった部分もあるのかなと。あとは営業スキルとか、プロマネって言い方をするんですけども、プロジェクト単位でもいいんで、マネージャースキルですね、これ管理職のスキルですね、まあ、そういったものを持っておくと、まあ、どの企業に行ってもですね、引く手あまたじゃないかなと思います。これをね、エンプロイアビリティと言います。雇われうる能力ってことですね。はい、で、復習ですね、ここから、一方でね、そんな中で先行き不透明ですよと、キャリアをね、確かに作る時代とは言えどもですね、もう1年単位でギッチギチには決められません。まあ、このことをね、キャリアミストと言いまして、自身のキャリアに対する不透明感のことという定義をね、ここに出しておきたいと思います。なので、その中でキャリアドリフトしていくんですよと、漂えばいいんですよという教えがありまして、まあ、それはね、そのやるぞと決めたステージでしっかりやり抜くと。でも、その中ではですね、まあ、上司とか先輩が良かれと思って、まあ、キャリア形成のためにいい仕事を振ってくれると思いますので、まあ、それをしっかり甘んじて受けると。それを 120% こなすんだよと。はい。っていうのがキャリアドリフトの根底的な考え方。ただですね、自分のキャリア形成上、全部言われたことばっかり自動型でやってしまうと、あらぬキャリア形成になってしまいますので、最後、キャリアアンカーという自分の中での一本軸だけは持っててね、という感じで、このね、計画のキャリアっていうのは締めくくりたいなと思います。はい。ここら辺がね、現代のキャリア形成なので、まあ今ね、研究はここまで進んでいますと。まあこのね、5年、10年、もっとね、まあ IT が進んだりですね、まあコロナが明けたらですね、もっとグローバル化が進むと思うんですけども、もっとね、まあ未来のキャリア形成っていうのは個人的には変わってくるかなと思います。我々ね、監査法人とか監査業界とか公認会計士業界っていうのも、もともとはね、日本型の雇用関係に近いものがあったかなと確かに思います。どっかでね、監査法人に勤めればですね、まあ基本的には年功序列で上がっていきますよと。で、大体パートナーとか目指して自分の役目を終えるみたいなキャリアが、まあ、確かにあったとは思うんですけども、まあ、今の現代っていうだけでもですね、まあ、僕みたいにこういうふうに独立したりですね、まあ、今だとベンチャーの CFO 行ったりですね、あとは現代で言うと本当にまさしく社外取締役とかですね、ガバナンスの観点から公認会計士に、社外取締役とかですね、監査役とかのニーズも高まっている状況ですので、まあ、現代でもそういうふうにどんどんキャリアが変わってきてますね、公認会計士だけでも。で、さらにね、僕は5年後10年後とか、もっとボーダレスですね、海外に、どんどん会計士が出る時代だと思いますし、こういうふうに僕みたいに個人単位
内で活躍する。で、組織を持って、それもね、会社を作る組織だけではなくてですね、プロ同士でパートナーシップを結んで、まあ、みんなでね、有機的に仕事をするような、まあ、そんな時代も本当に近い未来来ると思っております。という意味で、まあ、我々のね、業界でも、現代のキャリア形成っていう部分でどんどん進化してますし、この今話したような一般論ですね。一般論でも、確かにこういうふうにキャリアっていうのは変わってきてるなと、トレンドが変わってきてるなというのは分かってもらえたんじゃないかなと思います。はい。ということでね、今日は、経営学から見る、現代のキャリア形成というテーマで動画を収録してきましたが、まあ僕がですね、資格の学校タックで、ありがたいことに経営学のですね、教鞭を取らせていただいてですね、最近でもですね、このキャリアですね、キャリアの論点というのは扱うことが、ありましたので、これぜひ一般の方にも届けたいということで、まあ特別授業ですね、っていうのをしてみました。まあ、こんな感じでね、キャリアについて興味あった方はですね、自身のキャリア形成と照らし合わせてどんどん勉強されるのもいいですし、まあ僕の動画だとね、受験生も多いと思いますから、まあこんな感じでね、ストーリー仕立てで、このキャリアの章っていうのはぜひね、復習してみることをお勧めします。このキャリアですね、補足ですけど、新しいね、試験員の、まあ、研究テーマの一つでもありますから、まあ個人的には熱い分野だと思っております。ぜひね、復習とか、まあ楽しみながら頑張ってもらえたらなと思います。はい。ということで、本日も動画をご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録と Twitter のシェア、してもらえると大変嬉しいです。僕もね、手を折りながら頑張っておりますので、皆さんもね、ぜひ今後も頑張りましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。以上になります。